セッター栄サーブです。久光も中島荒木ファンヘッケ前3枚揃いました。伸ばして中本取ります。タナッチャ。中島1枚でした。後ろは西村。10得点マークしました。ロックも1つありました。タナッチャ。吸い込みました。ブロックにかかりました。止められました。決定本数アタックの決定本数決定率でもトップ15入り。タナッチャ1枚栄が入ってます。トイアンダー石船田取ります。宮下ライトへ。タナッチャブロックフォローします。宮下船田アンダーでレフト再起クロス入っていました。荒木これアンダーで石ブロック引きません。岡山宮下長瀬もう一度一つ目宮下です。船田タナッチャフェイント落ちた。やっぱり空いていました。よく見てました。荒木サーブ船田取ります。タナッチャ1枚ブロック抜きました。高在学中の木戸選手です。木戸タナッチャセカンド再起本当にフレッシュな選手が多いなという岡山。中本もさ再起前に来ました。ファンヘッケブロックかけた。井戸宮下はタナッチャへ。これ飛び込んだ。ファンヘッケ続けるストレートアウト。タッチがあった。タッチありました。再起サーブレシーブタナッチャブロックは1枚石井何サーブレシーブ石井乱れました。タナッチャサービスエース。サミツ早く切り替えられるか。3番以降最近のサーブファンヘッケ後ろからタナッチャ上げた。宮下つないで中本西村アンダー中島ハイセットタナッチャが取ります。1つ目宮下アンダーでつないで中本西村セカンド中島返す中本ストレートファンヘッケに打ち抜いた。ブレイク放っちゃ中本のサーブです。真ん中荒木返します。石井押す浜田一つ目軌道ジャンプとしてタナッチャブロックフォロー再起フロントロー今田口タナッチャ再起です。後ろからタナッチャバックアタック決まりました。バックアタック今日成功したのは初めてです。パワーが5分の2点目石サイキストレートタッチャリーサミス2回目のタイムアウトです。
後ろ、棚っちゃ打てない。浜松セカンド。中島。棚っちゃ。中本つないで、及川を返す。レフト、中島、フェイント。中本、崩れます。及川を返す。荒木。飛び込んだ。ナイス、キロ。及川を打つ。高いアンダー、中島、スタンディングジャンプ。中本セカンド、タナッチャー打てません。浜松セカンド、中島ブロックタッチ取れてます。浜田真ん中、及川ラリー長かったですが、最後ミドル及川です。後ろからタナッチャー、タイミング合わない。パンケーキ拾ってます。中島ブロックフォロー、西村返した。荒木、田口落ちた。中島のサーブ、中本サーブレシーブ。浜田アンダー、中本石上げる。境はファンヘッケ、ペイント落としにいった。ファンケーキ、田口ちゃん、中本へつなぐ。クロス抜いた。どこを抜けたか。スタッツですが、浜松20の14、荒木12分の5、中島31分の13です。荒木止めた、ブロック。かなっちゃ田口で止めました。ついてました。まあ、石井も寄ってましたので、かなっちゃアンダーセカンドです。中本打ちます。おー、よーく決めた。解説打ち切りました。才木が前です。石井1枚、放っちゃ1枚で止めました。終盤、久光対岡山はフルセットゲーム。日曜日は久光のストレート勝ちでした。ファンヘッケバックアタック、放っちゃ上げた。才木抜いた、クロス。中島サーブレシーブ、中島止めた。最後タナッチャブロック。岡山シーガルズ2セットダウンから大逆転勝ち、今シーズン6勝目。日曜日滋賀大会第2試合、